それでは直取り小西先生のお願いします。あ、皆さんこんにちは。脊椎電学研究所の小西と申します。いつもは自分はですね、あまりこうこれまでの話では、バイオインフォマティクスの話、この講習会が多いとは思うんですけれども、実際にですね、実際にその人のゲノムのシーケンスを決めて、疾患の原因を探していくというような仕事を行っています。本日はですね、実際シーケンサーを用いた HLA 遺伝子の配列決定という内容で、を紹介したいと思います。この中で、次世代シーケンサーを実際に今使われている方というのはどれくらいいらっしゃいますでしょうか。手を挙げていただいてもいいですか。今後使っていく予定のある方はいらっしゃいますか。はい、ないです。ですね、次世代シーケンサーのデータというのはデータベースとして登録されているという話だったと思うんですけれども、まあ、そういうデータはどうやって作られるのかというところをですね、実際にこう実験の部分というのを、自分の方からちょっと紹介したいなと思いまして、そういうどちらかというとウェット寄りにフォーカスした内容で今回、紹介したいと思います。あまり使われている方はいらっしゃらないということなので、ちょっと細かいところから説明したいと思うんですけれども、HLA 遺伝子という遺伝子を例にちょっと説明したいと思うんですけども、HLA の研究とかされている方はいらっしゃいますでしょうか。本人もしくは研究グループとして、結構マニアックな、遺伝子になりますので、ちょっとそれにつきましてはですね、あ、こういう遺伝子もあるのかということで聞いていただければと思います。全体の流れでとしてはですね、最初にちょっと実際シーケンサーの、ことについて簡単に説明しまして、その後、ここではマイシックが導入され、マイシック、東洋大学ではマイシックが導入されているということでしたので、マイシックを使った研究にちょっとフォーカスして、ログ PCR とネクステラというキットを使ってそのシーケンスを行うようなものをちょっとご紹介したいと思います。あとはですね、そのウェットの実験をしていく段階で、いろいろとどういうことが起きてどういう対応をしてきたかっていう話で、実際この HLA 遺伝子を解析していくような実例、とその解析について、ご紹介します。まず次世代シーケンサーについてなんですけれども、数年前に次世代シーケンサーというものが出てまいりまして、その時言われていたのが、主にそのホールゲノム、人であるとか生物のゲノムを丸ごと決定するようなことが、数日のうちにできてしまうというようなもので出てきましたけれども、最近ではさまざまなものを解析することに使われています。もちろんそのゲノムシーケンス、エクソームシーケンス、エクステンエクソンシーケンスだったり、ゲノムを決定することにも使われるんですけれども、トランスクリプトームなどの、遺伝子発現解析、最近では、ロングノンコーディング RNA やマイクロ RNA といったものを含めてその解析するようなこともできますし、またはその遺伝子制御やエピジェネティクスの解析にも用いられています。クロマチンの構造であったり、ヒストン修飾やメチル化といったものを解析していくということで、いろいろな、ことがですね、この次世代シーケンサーでできるようになってまいりました。で、また次世代シーケンサーと一言に言ってもですね、いろんな種類がございます。で、ここにはちょっと人で使われるものだけを、よく使われているものだけを並べたんですけれども、それぞれ例えばマイシックありますけれども、イルミナであればホールゲノムや全エクソンシーケンスを行うのに最適しているようなハイシック と、ベンチトップタイプといって出力される
データ量がちょっと少なめの疾病というものが存在していて、それぞれ、適した研究デザインというのが存在します。ハイシックの方が、マイシックに比べて出力される量、データ量がですね、マイシックでは 8.5 に対し 8.5 ギガベースに対して600ギガベースと非常に多いんですけれども、ハイシックの方が絶対いいかというとそういうわけでもなくて、マイシックは非常に小回りが利く機械ですので、マイシックの方が、いろんな研究デザインとして使いやすいものもたくさんあります。他にも第一テクノロジーの、イオン PGM とイオンプロそれぞれ配置するフットです。ペッチドック、ロシの、GS8LX と GS10 という形で、この3社に関してはそのハイスループットタイプとベンチトップタイプという形で、機種数とリリースしていて、それぞれそのリード長であるとかですね、データ量、リード数がそれぞれ異なっています。で、論文の実績を見てみますと、割とこう最初にこの GS8LX が出た都合、非常に3年間の2011年までしか取ってないんですけれども、1300以上の論文がパブリッシュされて、その後、イルミナのハイシックがですね、今非常に伸びていて、もう2012、2013年は、自分ではちょっと数えきれないほどの論文が出てきているという状況です。そうですね、いろいろなことができるという話をしましたけれども、全ゲノムを決めるというのはやはりできるようになったとはいえお金もかかりますし、解析に時間やその計算機などの問題も出てまいります。で、研究としてはですね、おそらくその、ゲノムの研究としてはやはり興味のある領域というのがあるかと思います。で、論文として、少し今一番多く出ているかなと思うのが、その全エクソンシークエンスでこの家系を解析していって原因遺伝子を決めるというようなのがデザインが多いんですけれども、その場合はですね、その全エクソンがターゲットになっています。エクソンはですね、ゲノムの中でもほんの 1% の領域ですので、全ゲノムを解析するのに比べて100分の1の情報量で解析できるということで、もう多くの検体を解析することが可能になります。そう、重要な部分だけにフォーカスしたような、方法が、よく使われています。特にマイシックの場合ですと、そのデータのアウトプットがそれほど多くありませんので、このような、ある遺伝子などにフォーカスしたような研究に向いています。で、どうやってゲノムからその欲しい部分を取ってくるかというとですね、大きく2つに分けて、ハイブリダイゼーションによってその自分の興味のある DNA 断片を回収してくる方法とですね、おそらく皆さん使われていると思うんですけれども、PCR 増幅して興味のある領域を増幅するという方法が2つのパターンがあります。ハイブリダイゼーションで取ってくる方法はですね、もうキット化されていてですね、この遺伝子ということで注文するとカスタムのプローブとして、実験に使うことができます。で、こういうのにつきましてはですね、例えばがん関連遺伝子だけを集めたキャンサーパネルであるとか、遺伝子疾患のパネルとかですね、そういうパネル化された製品も非常に多くリリースされているという状況です。で、このハイブリダイゼーションによるオリゴンプローブをですね、カスタムで作る必要がありますので、ちょっと研究コストもかかる、試薬にコストがかかるんですけれども、PCR ベースのものですと、PCR したその増幅産物のシークエンスを決めるということですので、それほど、コストがかからず、手軽に行えるような研究です。で、やはり導入していく最初の段階はやっぱ手軽さというのが一つ重要なポイントになるかと思います。そこで
本日 の、 この具体的な例なんですけれども、ノン PCR をしてそのシークエンスを決めたいというような流れを紹介いたします。で、ちょっとまあシークエンスを決めたい場合は PCR をして単発シークエンスによって、配列を決定されるかと思うんですけれど も、 もうその、まあ 数十 KB 程度の遺伝子でしたら、ハイシックで96サンプルを1日から3日程度で決定することが容易です。でマイシックとこのイルミナ社のネクステラ DNA サンプル調整キットというのを使って、この数十 KB の領域について数十検体シークエンスするようなデザインが可能になります。またですね、まあ、この 10KB 程度の領域についてそのハプロタイプを決定したような場合、まあ、フローリングして決定したけど必要な場合の解析にも、用いることが可能です。でロング PCR とネクステラを使ったシーケンスの概要ですけれども、ロング PCR を通常やられている方はこの中にいらっしゃいますでしょうか。あまりやられてないでしょうか。その PCR はおそらく皆さんやられていると思うんですけれども、この写真の例はですね、まあ、約10キロと約20キロの PCR 増幅を行った、写真になります。まあ、それぞれ異なるプライマーペアで増幅しているんですけれども、この10キロ、20キロというのは比較的誰でも容易に増やすことができます。で、まあ、流れをちょっと説明しますけれども、まず PCR をするためにはプライマーを設計しなければいけません。でこのプライマーなんですが、おそらく皆さんいつもデザインされているようなプライマーと、このロング PCR に適したプライマーというのはちょっと、ね、条件が変わっていますので、まあ、その設計についてちょっとお話しします。で、PCR を次にかけるんですけども、その条件もその、通常の PCR とちょっと違います。で増えた後に、ネクステラキットに使ってを使ってですね、この次世代シーケンサーにアプライするためのライブラリー化をするという流れを説明して、まあ、最後にまあランをするわけです。まずPCR のプライマー設計なんですけれども、TM 値おそらく普通の PCR ですと60度程度に、まあ、長さというかあと20バーぐらいだと思うんですけども、ロング PCR の場合はですね、高め長めというのが、適しているかと思います。かつ、まあ、これは通常のプライマーと一緒ですが、そのプライマー配列というのはゲノム内でユニークでなければいけないと思いますし、プライマーの設計位置にはスニップがないことが望ましいかと思います。ロング PCR の長さは30KB はちょっと増えにくいかと思うんですけども、まあ、20KB 程度まであれば、まあ、人にもよりますけれども、増やすことができます。ですのである遺伝子をの配列を完全に決めたい、もしくはその中にある変異を網羅的に検出したいという場合、まあ、遺伝子が 20KB 以下であれ、遺伝子の長さが 20KB 以下であれば1個のプロダクトで、まあ、40KB 程度の遺伝子であれば 2つのプロダクトで、そのシークエンスをすることによって遺伝子に含まれる全変異というものを検出することが可能です。次に条件ですけれども、このような PCR の条件で行っています。特に、使っている酵素なんですけれども、高山プライムスタジー XL という酵素を使っています。これが今まで使った感じですと一番ロング PCR で成績がいいかなと思います。投与後のホット FX も、それなりに、増幅調を得られます。条件の部分ですが、ここでですね2ステップのサイクルになってまして、68度9分という
ちょっと長めのマリーニングとエクステンションのステップが入るのが、特徴になるかと思います。この条件で行うと比較的最初に写真でお示ししたように綺麗に PCR 増幅産物が得られるわけなんですけれども、まあ、次にその得られたPCR 増幅産物のシークエンスをしたいという考えになります。で、マイシックでやるという想定で、お話していますが、ネクステラ DNA サンプルプレップキットというのを使うのが一番、簡単に早くできます。スタートの PCR 増幅産物たった10ナノグラムで済みますし、全部であったとですね、半分タイムを含む全ての工程でのタイム、大体時間がですね、90分もあればライブラリを完成することができます。で、まずはじめにですね、この PCR 産物ですけれども、まあ、10KB あるとしたら、それをまずこう実験するためには細かく断片化する必要があります。で、そのために、その断片化の酵素ですけれども、ネクステラはトランスポソームと呼ばれる酵素を使うんですが、このこのトランスポソームがそのアダプターの短いシークエンスを持っておりまして、PCR 増幅産物との間でリコンビネーションを起こすことによって、この青とか緑とかの配列を挿入するとともに切断をする、これをタグメンテーションと呼ばれる、反応ですけれども、これを行います。実際はですね、 PCR 産物にこの酵素を入れて、数分待つだけですので、非常に楽な、簡単なステップなんですけれども、このタグメンテーションを行うと、 10KB あった PCR 産物が数百ペースペアに切断される。かつ、この末端には、アダプターの配列が入っているというのがあります。このタグメンテーションを行った後に、イルミナのアダプターを含むプライマーで一度増幅を行います。それを行うことによって、その後得られた PCR 産物は、イルミナのシーケンサーが用いるアダプターを両末端に持った、かつそのターゲットのインサートとして持つライブラリとして生成されます。特にですね、このプライマー配列なんですけれども、この中にインデックスといってですね、そのユニークなシーケンスを入れておくことで、シーケンスした後に、異なるサンプルで異なるインデックスをつけておくことで、シーケンスした後にサンプルごとにデータを分類することができます。で、特にこのネクステラキットの場合は、その2種類のインデックス、それぞれ8種類 ×12 種類、最大96組み合わせの、インデックスをつけることができます。つまり96サンプルを1ランで解析することができるということになります。もしちょっと分かりにくい部分ありましたら、話の途中でもどんどん聞いていただいて大丈夫ですので。で、簡単にですね、ライブラリ調整、比較的行うことができるんですけれども、ターゲットとしている遺伝子によっては、問題が起きる場合もあります。で、まあ、これはちょっと改良事例なんですけども、ですね、まず研究を行う上でコストというのが一つのポイントになってくるかと思うんですけれども、ネクステラキット1サンプルのライブラリを調整するのにどれぐらいコストがかかるかといいますと、定価でですね、純正のプロトコールで考えるとですね、約1万円かかりますので、96サンプル調整すると96万円もかかってしまいます。で、シークエンス、マイシック1ランかけるのに多分定価で15万ぐらいなのに対して、ライブラリを作るのに100万ぐらいかかってしまうというのは、なんかちょっとバランスが悪いと思うんですけれども、5分の1量にしても、
特に問題なくライブラリを作れます。大体1サンプル2000円ぐらいで、解析ができると。で、まあ、ライブラリ調整96サンプルで20万程度も入れて35万円ぐらいということになります。ネクステラの嫉妬ですが、タグメンテーションというその通常の遷延構想とは違うようなリコンビネーションを起こす構想を使っているんですけれども、長く時間を置けば置いたほど切れていくという構想ではありません。最初に入れた DNA と元からある構想の比によってどれくらいの断片ができるかがその時に決定されます。でインサート長っていうのはですね、シーケンスを行う上でちょっと重要なポイントになります。ルミナのシーケンサーの場合、マイシクの場合今です と、500ベース、とが一番長いもの、つまりですね250、250のペアエンドでこのインサートをシーケンスすることができます。ですので、最も効率がいい、インサート長というのは、500ベース以上ということになります。リード1とリード2、この両末端のものがオーバーラップするようにデザインしてももちろん問題ないんですけれども、あまりにもインサート長が短いとシークエンスの途中でこちらのインデックスに到達してしまったりしますので、このインサート長をいつにするかというところが少し一つ重要なポイントになります。でこれがバイオアナライザーという機械で、断片をの長さ、横軸に長さ、縦軸にその DNA 濃度を示していますけれども、示して計量した結果になります。これですと、大体1キロベース、900ベースに、ピークを持つようなちょっとブロードな長さの幅、200から1200ぐらいまでの長さのライザーです。これはピークに400ベースぐらいのライザーです。これはピークが、数十ベースのとても短いライザーです。ということになります。こういうものを使うとですね、インサート、両サイドが、アダプターの長さが約両サイド合わせて100ベースぐらいありますので、200ベースのライブラリというのはインサート長がたった100ベースしかないということになりまして、ほとんどの得られたシーケンスがこうライブラリを読み切ってアダプターシーケンスというのが出てきて、それを捨てる作業をしなきゃいけないような結果になります。ですのでシーケンスの長さに応じたライブラリ調整というのが一つ重要なポイントになります。あとはですね、実際シーケンサーの一つの弱点としてなんですけれども、 GC が高い領域のシーケンスが、少し苦手なところがあります。これは GC の高い遺伝子を解析した例なんですけれども、この灰色の山がですね、シーケンスがどれくらい読まれたかを示すデプスの分布になりまして、下がっている部分っていうのは この領域のシークエンスがあまり得られていないということを示しています。その下にこの GC の分布を示しているんですけれども、特にこの辺 GC が高くなってますが、この部分は GC と、比例するように、反比例するようにこのシークエンスのデプスが下がっていて、この領域なんかは、短いんですけれども非常に高い領域があるだけで、得られるシークエンス量がこうガクッとしているという状況で、これをですね、ライブラリを作るときの PCR の構想を変更することで、容易に改良することができたりします。ネクステラの純正のキットでは非常にこう得られるシーケンサーに少ない領域があるんですけれども、
今回はこのカパ、LA キットというのを使ってますけども、に変えるだけで、自死が高い領域でもデータ量が落ち込むというのを防ぐことができます。データ量が少なくなるということはですね、ここのに含まれる変異をコールしづらくなりますので、この改良というのは、その変異検出などのためにはとても重要なポイントです。特に、均一なデータが得られるということは、余分なシーケンスをしなくて済みますので、まあ、96サンプル、こっちで解析すると、こう穴が開くようなデータセットであっても、GC バイアスの影響を受けないようなデータを使うことに、使うコース、になるようなコースを使うことによって、きれいに解析することができる。ちょっとマニアックなポイントなので、さっと紹介したいと思うんですけども、長さが一つ重要なポイントだったんですけれども、長さを選択するとなったときに、こういちいちこうゲルから切り出したりというのは非常に面倒です。でアンペアビーズっていうビーズがあるんですけども、このビーズを使われてる方はいらっしゃいますか。基本的にはDNA と結合する曲線を、チャージのないビーズなんですけれども、このビーズと DNA 液との比率を変えることによって得られる断片長が変わってまいりますので、これを応用することで切り出しなどをせずに決まったサイズを得ることも可能になります。でちょっと実験のプロトコールの説明みたいなのが、続いてしまったんですけれども、 HA 遺伝子の解析の実例を、ここから入っていきたいと思います。で、今日紹介する内容はですね、HLA シークエンスなぜ必要なのかということと、先ほどとちょっと重複するんですけれども、PCR からシークエンスまでの流れと、あとはそのハプロタイプを決めていくというような解析方法についてご紹介します。この HLA という遺伝子なんですけれども、人の白血球抗原の、遺伝子でして、一般的に MHC というメジャーヒストコンパティビリティコンプレックス、特に人においては HLA と呼ばれるというものです。HLA のゲノム領域は6番染色体ターマン上にある約 3.6 メガベースの非常にコンパクトな領域なんですけれども、そこに252の遺伝子が含まれています。非常に遺伝子密度の高い領域になります。でこの領域の特徴としてですね、全ゲノムの中で最も多形性がある領域であるということが言えます。医学的な興味としてはですね、HLA遺伝子のなんですけれども、よく知られているのはその臓器移植時の、拒絶、やその移植の成否に関連するというところなんですけれども、それ以外にも100以上の疾患との関連が報告されていますし、また薬剤副作用との関連も報告されています。非常にゲノム医学としては重要な領域の一つです。で、HLA 遺伝子が含まれる領域、 HLA 遺伝子が含まれる領域ということで HLA 領域なんですけれども、その HLA の分子はですね、クラス1とクラス2に対応されます。クラス1の、MHC 分子はですね、その機能としましては内在性の抗原を提示する、つまり自分の抗原を提示するということでして、細胞性免疫に働きます。クラス2分子はですね、その外来性抗原提示に働いて液性免疫、抗体産生などのきっかけになるような、機能を担います。構造としてはですね、このどちらもグローブには構造を持ってまして、クラス1の場合はここに自己抗原を提示してナチュラルキラー細胞等からの
障害から回避するようなシステム。クラス2については、外来性抗原を消化して提示することによって、それに対する抗体を産生するような、システムの最初の、ステップということになります。この HA 遺伝子なんですけれども、クラス1の場合は ABC という3つがメジャーなものでして、クラス2の場合は、すいません。クラス1はですね、1つの遺伝子と、ベータ2ミクログロブリンという別の染色体由来のタンパクで、このような構造をしているんですけれども、クラス2の場合は、アルファ波とベータ波に分かれているヘテロダイマーでして、それぞれ、遺伝子が、アルファ波の遺伝子とベータ波の遺伝子ということで、クラス HLA 領域体に存在しています。HLA 遺伝子なんですけれども、特にこの抗原提示する部分の多様性が非常に多いですけれども、この HLA アレルという呼ばれ方で分類されます。この遺伝子名とこの数字を使っているんですけれども、最初のグループがアレルグループで、2番目の部分が意味するところ、アミノ酸配列が同じであれば、ここまでは同じ配列、数字を持つ。その中で、もし非同義、アミノ酸の非同義置換が、同義置換があれば、ここで分類して、イントロンの変異があれば、というような形で、ここの数字を使うというような形で、数字で表すことができます。実際にこのアミノ酸配列を並べてみますと、このようになります。これはですね、日本人に頻度の高い HLA-B アレルというのを5種類並べてみた形になりますけれども、この位置はですね、同じ遺伝子の同じ位置の違うアレルなんですけれども、実にこのトップ5を選んだだけなのに、ここに5種類ものアミノ酸配列が、アミノ酸置換が、ここに4種類か4種類、ここには3種類というようにですね、シークエンスが同じ遺伝子由来のものなのにかなり異なっている。しかも、ある特定の位置で種類を変えるような形になります。類似性としてはですね、アミノ酸配列で 88%。非常に多形に富んだ領域です。その違う配列が違う HLA アレルを示しているんですけれども、実際今 HLA のデータベースに登録されている、アレル数というのが、クラス1クラス2合わせて、9000アレルを超えています。つまり9000種類以上もの HLA のシークエンスというのが登録されている。それだけ多形があるというものでして、その HLA アレルの多様性というのが、2013年現在もなお増加し続けている。シークエンスすればするほど新しい HLA のアレルの型が見つかってくるという状況です。で、最初の方のスライドで、HLA の最初の方のスライドでですね、いろいろな疾患と関連するというような話がありましたしましたが、生活習慣病であったり、主に自己免疫疾患が多いんですけれども、癌であったり、食事の拒絶、ウイルス感染だと、あと薬剤副作用などがあります。日本人だけに限ってみて、どのような疾患とどれぐらい関連があるかを少しまとめてみても、かなり多くの、疾患が、HLA の特定の HLA の方 と、高いオッズ比で、関連が見られます。特にこのナルコレプシーなんかは1372ものオッズ比を持って、非常に関連が強い疾患の一つです。またですね、特定の HLA の方と特定の薬剤との副作用も、非常に強い関連を示します。特にその、副作用が出た人の特定の HLA の陽性率が非常に高い。
ただオッズ比で見ても非常に高いということで、今後この高の医療とかになってきて薬剤を投与するときに副作用が出る可能性というのを HLA の方を見ることによって診断する可能性というのが、もしくは必要性というのが考えられます。別に今でもですね HLA のタイピングというのは通常やられているんですけれども、主にその移植の段時の、マッチングの時に、HLA の方を調べていくということになるんですけども、今どういう調べられ方をしているかといいますとですね、その遺伝子のうちごく一部のエクソンだけを PCR 増幅しまして、得られたその PCR 増幅産物と日本人で多い HLL の方のプローブを用意しておいてですね、どれとハイブリダイズするかによって HLL の方を決めるというようなことをやっています。つまりこの一部のエクソンだけしか見ていない、しかもこのハイブリダイズという方法で推定しているという形になります。また産卵シークエンスで、決定する方法もあるんですけれども、それもやはり同様に一部のエクソンだけですし、このようにヘテロで出てきた波形のデータから何と何が、混じっているか、どの2つのアレルが混じっていた配列なのかというのを推定していくような手法になります。問題点としてはですね、複数の組み合わせが、想定されます。アンビュイティと呼ばれるんですけれども、HLA アレルのタイピングというのは現状の手法では問題点も非常に残っていると。そこでですね、我々はこのマイシックを使ってHLA の遺伝子を決定するという手法を進めています。遺伝子全体を増幅させるようなプライマーによって PCR を行います。これを先ほどご紹介しましたネクステラのキットで調整してマイシックでシーケンスします。それで、大体アウトプット7.5 から 8.5 ギガで39時間ほどで終了いたします。で得られたデータの解析なんですけれども、シークエンス、これは漫画ですけれども断片由来のペアードエンドという形でシークエンスしています。このように一つの断片から両サイドの配列を得ています。でこのシークエンスをですね、この遺伝子の配列にアライメントしてあげると、そうするとですね、そのリファレンス、人の標準ゲノム配列との違いというのがこう見えてきます。これは違った部分だけを漫画で示しているんですけれども、ここは A と T が出てきているヘテロでは、ヘテロの箇所がこう検出されます。実際のデータですけれども、リファレンスに対してこの赤の矢印と青の矢印というのが、リセンられたシークエンスリーブがリファレンスにアライメントされた図になります。この中で色がついている、線で色がついている部分なんですけれども、標準配列と違う部分だけが色がついていて、グレーの部分が標準配列と同じであるというようなこと。この色のついている部分ですけれども、一色の部分と二色の部分があるんですけれども、一色の部分は標準配列と異なるホモになっていて、2色の部分はヘテロという形で、この遺伝子に含まれる全ての変異多形というのが検出されます。シークエンスを標準配列でアライメントしまして、ヘテロホモのスニーというもしくは変異を検出した後に、特にこのヘテロの部分だけにフォーカスしていくとですね、ペアエンドで読んでますので、ここの APGCAA というのは同じハプロタイプに載っている、 PACTTG は同じ別の同じハプロタイプに載っているということが分かります。それとは別の断片で CAATAC
社は TTG、AGG というふうに別のハプロタイプに載っていることが、物理的な情報によって分けることができるんですけれども、これで、こういう解析をしていくことによってですね、10キロベースの PCR 産物をクローニングしてこう分けたかのように、2つの配列を作っていくことができます。でこういうふうに分けていくために必要なのが、そのヘテロの距離っていうのがそれぞれ違いますので、いろいろな距離のライブラリを作る必要があるということで、ちょっと先ほどのライブラリの話と関連するんですけれども、ライブラリを作るときにですね、割とこのインサートの長さに幅を持たせておくことによって、いろいろなヘテロのをカバーするようなライブラリを作成することができます。それぞれの層を決めていった後に、このデータをまとめますと、このように2つのハプロタイプを構築することができます。つまりこれ一部しか書いていないですけども、2つのシークエンスをこう完全に決定しています。まとめますとですね、まずシークエンスをアライメントして、変異を検出して、2つのハプロタイプを構築します。これは実際のローデータですけども、まあ、最初に普通にアライメントするとホモヘテロというような形でこう普通にもしくは変異がたくさん検出されます。これはペアードエンドの物理的な情報に基づいて2つに分けたのがこの2つの図になります。これは先ほどと同じように赤と青がこのリード1とリード2のシークエンスリードを示していて、上の部分はシークエンスの読まれた数デプスを示していて、色の違いというのはリファレンスとの違いというのを示しています。このようにですね、最初にアライメントした後にそれを2つのハプロタイプに分けるというシステムを作ったというのが、我々の一つの成果です。でこの2つに分けられたハプロタイプのシークエンスというのはですね、これは HLA 遺伝子ですので HLA のアレルそのものにあります。ちょっとワークフローとしてまとめますとですね、これはもう解析の話になりますけれども、ちょっと具体的にどういうプログラムがよく使われているかということに関係するんですけど、1E19 のリファレンスに対して MySeq から得られたシークエンス、これファストQフォーマットのものですね。 BWA を使うというソフトを使ってアライメントして、サムツールというソフトプログラムを使って変異を検出しました。で得られるファイル形式、バムファイルと呼ばれるフォーマットのものになります。その中でもリファレンスと違う部分だけを抽出したファイルというのは VCF ファイルというファイルがあるんですが、それを作りまして、あとは独自のスクリプトを作って2つに分けるような解析をしています。2つの HLA ハプロタイプ、HLA アレルのシークエンスを作った後に、このシークエンスが、HLA のどういう配列なのかということを、HLA のデータベースがすでにありますので、それに検索をかけることによって HLA を決定することができるんですが、これはちょっと細かい話なんですけれども、データベースがですね、情報がすごい今不十分で、一部のエクソンしかなかったりとか、転調も登録されているものがあれば CDS で登録されているものがあったりとか、このデータベースに今ちょっと重要問題を抱えています。で実際に複数のサンプルをこう解析してみても、既存の方法と全く同じ結果が得られていまして、しかもこのシークエンスを完全に決定できているという状況。100% 決定できたというのは、この遺伝子のもう含むですね、この PCR 増幅した領域をのシークエンスが途切れることなく完全に2つ決定できたということになります。特にこの HLA、同じ HLA アレルを持つものについては、全く同じ
ものが得られていて、解析方法としては割と安定して動いているということになります。でちょっとあの HL やられている方が、ここにはいらっしゃらないということなので、ここから先はあまり面白くないんですけれども、この解析がですね、基本的にちょっとコマンドラインで作っていますので、なかなか使いづらい部分があるんですけれども、おそらく午後にですね DDBJ のパイプラインのお話があるかと思うんですけども、今そこに、その誰でも使えるように登録しているような形になります。出てきたシークエンスをウェブ上でアップロードしまして、解析の流れをすでに組んでおいてですね、最後まで、最後の結果だけが得られるような、パイプラインのこの BDBJ のギャラクシーの中で走らせるというものです。あとはこの GUI 化を進めていて、これはビッツさんというと、キーンさんと一緒にやってるんですけれども、できるだけこう多くの人に使っていただけるように開発も進めています。このような感じでこう基本的にはこのクリックしていって進めていくようなもので、まあ、他にもですね商用のものがたくさん HL タイピングについてはその次世代シーケンサーを使った HL タイピングっていうのはやはりこの多分非常にお金になるような分野ですので、多くの企業が、開発を進めていくと。ちょっと最後は本当にマニアックなので飛ばします。以上で自分の紹介する内容は以上なんですけれども、これを紹介するにあたりましてですね、こちらでマイシックを導入されて、ちょっと具体的な話を聞きたいということで、ちょっとそれにできるか合うようにはちょっと作ったんですけれども、なかなかこのスライドだけでは説明しにくい部分とかも多数あるかと思いますので、もし今後使われるときにですね、何かこう不明な点がありましたら直接聞いていただければと思いますし、また今日もですね、この後おりますので、何かこう実際にやられる予定の方がいればですね、その具体的なことについてもどうぞお聞きください。発表としては以上ですが、何か質問等はありますでしょうか。この講義資料っていうのは、これはですね、他の方と同様に最終的にダウンロードできるようになると思いますので、はい、いかがでしょうか。最初のロン PCR を当てるときに PCR で変異が入ってきたりして、それが結果に問われるんですか。PCR の反応で変異がとか変異が入ったりして、エラーとかですね、また乗り換えと呼ばれるようなことはですね、やはりたくさん読んでいくと見つかるんですけれども、割合でいくと非常に低いので、一応解析上は問題なく、やっぱりこのたくさん読むというのがそこで効いてるかなと。また思いついたらでも聞いていただければと思いますので、じゃあこれで、はい、ありがとうございました。
これで就職に入って、次が1時40分からですので、とりあえず就職に行かれてください。